ファンドマンの日常。今日も始まりましたファンドマンの日常。 ABF キャピタルの代表の熊原です。同じく取締役の伊達です。取締役の中野です。取締役の蔡です。あの、ね、確かに迷われた理由なんか分かった。すごい思想近い。あ、マジ？うん、俺が迷ったのは真ん中と一番右で、うん、どっちが伊達ちゃんでどっちがタッグだろうっていうので、そうですね、韓国語があったからまあ伊達ちゃんだなって分かるんだけど、うん、俺はそこで迷ってたから、うん、なんかいや絶対一番左で俺ってバレちゃうよなだし俺これ、ね、1年前ぐらいに1回整理して今3ページになってるんだけど、うん、その前はもうずらーってもういくらでもアプリたくさん入ってて、さすがにって思って、だから iPad で多分4枚5枚分ぐらいスライドしてのりをアプリだったって、でそれをなんとかまとめてまとめてまとめていらないやつ消してっていうのをすげえ時間かけてやって今この状態になってて、うん、で TikTok がここに入ってるのはあの俺全然使わないんだけど、なんかの時にと TikTok のマーケティングで使うかもっていうんでどんなものなのかなって入れた時にちょうどたまたま1枠そこが空いてたの。なるほどね、最後のところがね、そうそうそう、右下ので、あのホーム画面で1枠空いてるとさ、あのアプリ入れるとそこにスンって、うん、そう、それが TikTokなるほど残ってんと、そう、それがずっと残ってるぐらいかな。そう、あと三越伊勢丹はあれ何なの。三越伊勢丹も、三越伊勢丹のありとあらゆるアプリを集めるとああなる。しかもあれあれしかもあったら、マジで三越伊勢丹のアプリって何ですか。なんか便利なもの、今9ぴったりあんの。便利なもの、ね、便利なもの、まあなんか前職の時にいろいろ使ってたんだよね。女性だとあのなんか似合う服とか、あ、そうそう、伊勢丹ミラーとかあるし、すごいデジタルのやつはいろいろあるのと、まあ、あと伊勢丹と三越はそれぞれ違うとか店舗によってちょっと違うとか、いろいろショッピングアプリとなんかショップアプリとかっていろいろあるから、はい、うん、9個ぐらいはある。ファインド、ファインド、あれだよ iPhone 探す、あれいろいろある。そういうファインド、TikTok の上、あれはね、あ、あのトラック R、トラック R、 トラック R で、あの今はもういらないかもしれないけど、例えば財布とかに入れとくとそれが GPS でいつでも見つかるよって、なくしたらあるね、あ、見つけられるよっていうデバイス使ってた時があって、エアタグみたいなやつね、あ、そう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 、それもそこに入ってるけど全く使ってない、だから整理できてないんだよね基本的には。すごいこれも整理したんだけど、それでも感じだね、うん、なんかたくさん使うから表に出すとかって発想はないな。もうこれで確かにずっと使い慣れてるから、この状態で使ってるっていう。なるほどね。右はめっちゃ分かりやすかったけどな、うん、ループとか、うん、確かにバイクシェアとかですね、うん、表に出てるからね、結構表に出てるアプリの特徴が、うん、伊達ちゃんが、ね、9万っていう桁違いのあら伊達ちゃんしかいない9万は何なの。このヤフーの、ね、あのずっと多分高校ぐらいから使ってるヤフーのアドレスで、はいはい、もう、ね、あ、そうなるよね。でも俺もヤフーは切ってるからここないけど、俺20万件見たことあるもんヤフー。基本的になんかあのどうでもいい資料請求とか、あ、そう、ちょっと絶対これマーケティングのメール来るだろみたいなやつ全部ヤフーでやって、うん、見ないようにしてるから、あの溜まっていって、だったら通知も切っちゃえばいいで、 Google の方はあの学生の時から使ってる Gmail のやつとかに結構やっぱりちょっと通知が来るのと、あとまあ我々いろいろコンサル業務でいろんなメールアドレスを使い分けるから、その全部のメールアドレスのところとかにいろんなビザスクだったりとかクロスマーケティングとかいろんなところの広告が バカスカ来るから、それでどんどん溜まっていってる。22万件の消しちゃいやる。そう、それ消しちゃいやる。22万ですね。パッと見で桁間違えそうで、あと電話のやつあれだね、多分2件電話来た時に1件分の折り返ししかしないから、ああ、こう2回電話来てて、いや、それあれでもそう、うん、開いたら消えない。そう、開いたら消えるんだ、開いてる、うん、その履歴ページを開いたら消えるんだ。履歴を、うん、開いた履歴ページをね開くと消える。消える、消えない。へえ、消えない、うん、そう、違う仕様なんだ、うん、え、ラマツはさ、これはこの2ページ目以降に何があったの。これはちなむと、うん、どういう思想なん。3週間ぐらい前に急に携帯が壊れて、うん、あ、そうね、そう、え、じゃあ今これしかないの。いやいやいや、あの買い直したチーム入れろ怒られる買い直して今もう全く整理はされてないけど、うん、チームスだったり SNS だったりっていうのが2ページ目以降にある、うん、で、あの、うん、カレンダーはすごい見るので、こうなんかウィジェットで固定したいなって思って、うん、でもあれさ、なんか見えてるようで何も見えてないに近くない。そう、だから結局この日付のとこタップするとその日をこう拡大して出してくれるっていう。なるほどね。で、だからまあ朝とかこうパッとこう
今日の日付のとこを押して、ああこの後 何時かないかなみたいなのを逆に偉いなっていうのだけ置いて、でそうするとそのデフォルトで入ってるやつの上にいたのがこう居残ってる、あ横に居残ってる、ああそうそう、なるほどね、なるほどね、今こういう状態になってる。だ前まではチームスがカメラのところにいたりとか、はいはい、なんかちょっと使うやつをあの下の固定のところに、 Google だとあのウィジェットで結構画面スペース取っちゃうので、うん、あんま1ページに収めようっていう努力はしてなかった。なるほど。2ページ目は割と一番左とか真ん中に近いような感じなのか感じですね。なんか面白いな。面白い。なんとなくの性格は出る。でもあのアプリ何ってなるやつあんまない、うん、みんな大体でもあの一番右のやっぱ伊達ちゃんのやつはディスコードってない？ディスコードはあのスラックみたいなやつ。なんかゲームするときに結構通話自分は、うん、一切ゲームしないけども、何で使ってんの？ゆる言語学ラジオのサポーターコミュニティがディスコード内で作られてるから、だからあのサポーターコミュニティでやり取りするためだけに入れてる。しかもそれを外出ししてる。面白い。でもそれくらいだな。スラックはさ、うん、俺とタックンとダデちゃんは表に出てるけど、うん、俺入れてない。クマ入ってないんだ。スラックめっちゃなんかスラック嫌いおじさん、ね、嫌い嫌いだったら押し込んだ。もともとはね、スラックもなんかあの案件次第ではなんかここら辺に登場することもあるんだけど、うん、これとこれをどっちを残すか今迷ってる。結構やっぱ乗ったやつに応じてね、違うもんね。そうだから、いやそうだから、どっちかただ2個あの気持ち悪いからどっちか殺そうと思ってる。ゴーとスライドね。そう流しとかで拾うとどっちもある、ね、そうなんですね、うん、結構悩んで、いろいろ今までウーバーがあの一番表にある時代もあったし、うん、前考えも一番表にある時代もあったけど、結局両方頼まなくなったから両方押し込んでしまったり、うん、いや結構みんな変えるの？変えない。コロコロ変えてる。全然変えない。全然変えない。クマハラが変えてるっていう、うん、まあだからそう1ページに収めなきゃいけないっていうルールがあるから、まあ、確かにそのルールあると変えざるを得ない。変えざるを得ない。この右上の子供の、 子供のところは何が入ってるの？あれは子供は系アプリ見てねとか、あ、見てねとか、うん、あとはピオログとか、あの、うん、カメラとか、はい、あの監視するカメラのが、はい、よく1枚で収める。消してんだ結構アプリ。いらないの消してるし、あと俺だから同時に開いてるアプリも3個ぐらいじゃないと気持ち悪いから。あ、うん、あアプリも確かに、ね、それ俺無限にあるわ多分。あれ無限にあった方がいいらしい。いや本当はそうだから、あのクーラーと一緒でつけるときに電池消費するから、うん、無限にある。気持ち悪い。あれ消してもあの何にも電池の消費に影響しないらしい。そうなの、うん、多分200個ぐらいある、うん、全アプリ開いて消すことは推奨しないらしい。あ、そうなんだ。アップル的にはアプリが動かなくなって、うん、再起動しないといけないとき以外は基本的にあれ消さなくていいです。じゃあずっと開いたままでいいんだ、うん、ってことらしいよ。すごいな。もうなんかめっちゃ性格出るからね。性格診断とかできそうだよ。確かにアプリ性格診断。なんならもはやこれで分かんないけど一種の余震とかなんかって言ったなんかもはやなんか確かに面接とかでまずちょっとメールやっぱ9万件じゃ通んないと。これちょっとなんか余震とかに使えたらちょっと面白そうだな。こういう人はね、なんかパチンコのアプリ入れてますから。確かにね意外に面白くなるね。競馬とかどうせみんな通知切ってるだけで9万件とか Yahoo メール絶対溜まってるし。じゃあ俺 Yahoo メールも全部目通してる。マジで全てのメールが全部こんな感じで全部目通してるから。すごいな。暇な時とかこう、うん、一個一個見てると、あ、一緒一個一個見るの？あ、じゃあもう、あ、パッ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 パってちゃんと一回全部ちゃんと開いて見てってはいるよ。俺会社のメールですら左のチェックもちょっとわーってやってる。ひどく会社のメールそれやべえ。やってやってタイトル見て俺じゃない俺じゃない。まあ確かにあのなんかみんな稼働できる時間入れてくれたりするメールとかはあ、そうね、そのスケジュール、まあ、でも俺のその性格を利用して後で今超忙しいけど後でやんなきゃってやつだけあえてこう通知残しとくと後で通知気持ち悪いからそれでちゃんと見て、あ、ちゃんと見るからなんか自分をコントロールするのにも使える、この通知全部目通す。へぇ、うん、あ、たまに通知が絶対消えないアプリがあるんだよ、なんかあの、そう、あ、なんかあるよね。あるあれはもうそのアプリ消すあれはね。そう、あとそれで言うと自分はあるね、なんかあの電話の通知それでうち履歴をしても消えない。いや違う違う、多分留守電だって、あの50だって、いや俺電話アプリだって通知ゼロだよ。
ほら、やっぱ留守電じゃん、全部。留守電か。全部留守電。留守電、留守電はこっちあるよ。こっちのショートメッセージの方で中身確認してるから。あでも電話アプリいらないじゃん。あ、でもいるか。電話アプリがいる。俺、今時留守電を残す相手がいないんだけど。いや、じゃあ、残されることはない。残されることもない。誰に残されるの？留守電ってなんか、そういうサービス入んないといけないんだよね、うんああ。で、残されるとショートメッセージで留守電入ってますってくるから、うちショートメッセージ側で留守電再生するから、こっち側で見ない、押さないんだよ、ね。留守電ってない？え、でもそもそも。アマゾンでちょっと不在ですとかって連絡来ない、電話来ない。それ来ないな、来ないな。この間とかも、ライフのおじさんから電話が来た。ちょっと不在だったんで持ち帰りました。そうか。そうね、なんかおすすめのアプリ、うん、まあなんかベーシックなもの、ここ最近これ結構便利だったわってやつ、うん、ありますか、うん、いや俺はもう全然便利じゃなくて完全に俺の趣味のあれだけど、うん、これ話したかな、モンスターファーム2 なんかね、あの、うん、音楽のやつでしょ、 CD の CD に再生するモンスター育つゲーのやつなんだけど、 あれが改めてあの小学校の時やってた時は全然攻略法分かんなかったし、家に CD なかったら積んでたんだけど、今って自分でこの CD の再生をできるっていうのを選んで再生できるから、あの好きなモンスター再生できるんだよね。それはそれでなんかあのワクワク感がない、いやけど楽しいよ。当時一番上まで行けなかったのをやっと行くと、あこういうエンディング待ってたんだってやっと分かるっていうのと、これどこに入ってるんですか、一番右側、最近入れたから、あのこの本読みない、右の右にあるで、何がいいって、そのゲーム、そのモンスターの再生以外、オフラインでできるの。へぇ。そう。あ、いいね。だから飛行機とかでも、暇だなってなった時に、いくらでも遊べる。あ、それはいいね。そう。あんまないじゃん、今のゲームって。オンラインで、そう、やらないといけないし、データ容量食うしなんだけど、全然便利系のおすすめアプリじゃなくて、最近改めてハマって楽しいなって思ってる。モンスターファーム2。最近、便利だなって思ったのは、色のシミュレーターってやつが、色？そのなんか色覚異常者の人のためのやつで、なんかどう見えてるかがこう分かるんだけど、へえ、あ、色盲の人の見え方が分かる、だからそこで本当だ、有力があるね、青い、そこでスライドをあのちゃんと誰もが見えるかなっていうのをこれでパッと、すごい、伊達ちゃんっぽい、作った資料があのちゃんとあの色覚にちょっと障害のある人がその場にいても見える資料になってるかっていうのをたまにこうペッて見て、色をいっぱい使わないといけないとき、普通に、2、3色しか使わないときはそんなことしないけど、面白い、まあ、使い慣れて便利なのタクシー号とかはさ、あのそれが なかった時代と今を比べるとめちゃめちゃ便利、まあそうだ ね、うん、ね、タクシー呼ぶの電話しないといけない時代が過去存在してたって思って、いやでもマジね、最近新しいアプリ出なくなっちゃったな、うん、なんかあのたまに仕事とかで使って便利なのはあのスクショとかを撮ったのをつなげてくれる あとあの画面スクショできるやつ、うん、最近まあ使ってない、アプリスクショはあんましなくなった、うん、俺最近すごい使ったのあれだ、PDF 化を自動でオフィスレンズか、あオフィスレンズ、あれはねめちゃくちゃ使うよね、BCG 時代めっちゃ使ってた、あれなんか自動的にあのそう斜めから撮ってもちゃんと真四角にしてくれる、それすごいね、そのまま画像でも PDF でも保存できるから、あれはね重宝してる、あれ初めて使った時結構衝撃だと思う、うん、あれすごいよ、ね、ホワイトボードのパシャって撮ったらもうカシッてちゃんとしっかり、ね、しかもすごい斜めから撮ってもちゃんと正面から、そう読めるようになる、同じようにこう調整してくれる、角度調整してくれる、それ便利だね、オフィスレンズはすごい便利だな、あとなんだろうな、あとまあみんな使わないと思うけど個人的に無料でこれ便利だなっていうのはチューナーとメトロノームだ、メトロノーム、あ計測アプリ使う、何の距離、ああ使うかも、でもボッシュ あの普通にレーザーのやつ持ってるからそれ使う、ああそう、この前魚の大きさ測るのに使う計測アプリ、ああ使ってた、あのこうやってきた部屋の大きさとかもあれで微妙にずれる、だからなんかそう、なんか合ってる時と合ってない時があるんだよね、そうなんだよね、そうそう便利、そんくらいだな、うん、新しいアプリを入れなくなったのも、ね、おじさん化が確かに、まあてかこういうのやっぱゲームする人じゃないの、なんか分かんないけど、でもゲーム全くしないから、そもそも大学生の時からあんまりアプリ頻繁に入れたりはしなかったので、最近探してるんだけど見つからないのがさ、うん、画像編集で、うん、あの好きなの切り取って貼ってとかっていうのをできるアプリが、うん、前はあったのが、俺なんか無料で使ってたやつがなんかなくなっちゃって、アプリ自体が切り取ったりしたよ、
あ、そう。これも完全になんか遊び目的なんだけど、うん、あの雑なコラを作りたい。雑コラ。そう、雑コラ作りたいっていうニーズとか衝動が時々あって。たまに見る。たまに雑コラ。でもこれって背景透明化するやつあり。あ、それなんか二つ、なんか複数のやつを重ねてこうやってあれやってとかで、あ、できる？これは背景を透明化するやつで、うん、これで背景透明化したのを集めて、あとなんか複数、このフォトレイヤーズっていうので複数の画像を まとめられるさ、俺は大体これで雑コラ作ってみんな作ることあんの雑コラそんな作る機会ある、うん、あるあるある今作りたいって時ある。でもクマはなんとなく分かるけどサイクあるよ。結構サイのがやってるんだもんね。チームサーサルト見つけられる。ああ、やってるっけ。あれはだからしょうがないから一生懸命作った。うん、それで俺大体全部パソコンでやってパワポでやってるもん、うん。パワポで適当に作って、パワポでトリミングやることも。いやもうすぐにこうやってやって。携帯でできると便利かもしれない。うん、そうね。やりたいんです。結構クマの顔切り取っていろいろ貼りたいんだけど最近できなくて背景透明化ってやつできる。そうか、それでやればいいのか。まあという感じですかね。一回もう一回整理しようかな。ちょっとね、思ったちょっときっかけに疑いを持たれるからビズリーチョ消そう。ビズリーチョ。いや、ハンティングする方として。確かにそうね。いや、みんな全然違うな。使ってないやつ消していきたい。うん、うん、今言うとやっぱ各このフォルダの中に2ページとか3ページあるもん。だからなんかもう使ってないアプリを自動で消してくれるアプリが欲しいわ。今そうなってないっけ。あ、違う。自動でね、あれデータ消される、うん、データじゃねえや、うん、そうそう消されるよね。消される、ね、容量悪になってる。そうそう、なんかもう1年以上使ってないのがもうアプリのアイコンとして消えてほしい。あ、確かに。まあ、それはそうとかそういうのを可視化したいな。うん、確かに。うん、それはなんかさ、どっかになかったっけ？設定がどっかで見れないっけ？見えんの？過去どれぐらい何分とか使ったみたいな。ああ、あれ、それはあるよね。その電池のバッテリーの消耗みたいな。あ、そうかもしれないか、うん。見る時間増えたもん。俺最近なんか1日平均5時間とか6時間。うん、1日スマホを開いてる時間。ああ。どうやって見れないんだっけ？なんかあるよね。毎週1で。レポートで1日平均何時間見てましたっていうのがレポートで上がってくるけど。平均6時間っていうと、あ、人生の4分の1スマホ開いてるやばいなって思いながら、それがなんかこの週だけかなって思ったら結構毎週それぐらいだから、やっぱ俺はそういう風に完全にアディクティブ。チームス見てね、仕事してるのもきっとあるから。6時間チームス見てたら超効率悪いやつです。移動中の会議とかもあるから。あ、なんか設定とかデジタルウェルビーンみたいなのがなんか、うん、YouTube ライブの音源流しながら作業したりするから、あ、確かにそういうのでだいぶ開きっぱなしになる。そういうのがある、きっと6時間引いたな。自分引いたけどずっとだから。そう、8時間20分だじゃあいいや。そうやって見れるの？え、あのバッテリーのところに見れると。バッテリーか。そうなんだ、わかるんですね。で24時間以内画面オンのところを見ればいいのか。画面オンじゃない。4時間11分だ。俺5時間だ。この24時間は。この画面オンとオフのなんか足し算が合わないんだけど、これどうしたらいい。ああ、5時間とかな。これオールだけど分かんないけど、バックグラウンドで動いてるとかそういうのなのかな、うん。平均画面作動、平均画面待機。過去10日だと6時間22分だ。俺5時間42分。迫ったな。一日中 YouTube でこうなんかプレイリスト流してる日、 YouTube の再生時間5時間とかになってるから、確かにそれで確か加算される。うちも今見たら過去10日が6時間15分みんな同じような。そのうちの時間あの 43% が YouTube と Spotify になってるから。ああ、じゃあ、そう、何パーって出んだ。流しっぱなし、流しっぱなし、意外に面白かった、うんうん、結構特徴で、うん、というわけでみんなもフォルダー整理してみてください。メールこれで9万を超える人いたらぜひご連絡。でもタック20万件です。20万はやばい。ではまた来週。ありがとうございました。